無残。上辺、義断。世に無残なる話は数々あれど、本年七月五日の朝、築地あざ、海軍原の傍らなる川中に投げ込みありししがいほど、無残なるありさまは稀なり、各くさえも身の毛よだつ。翌六日、 不可の各新聞紙、皆、さのごとく記したり。無残の死骸。昨朝六時頃、ろ、築地三丁目の川中にて発見したる、年の頃三十四五歳と見受けられる男の死骸は、何者の仕業にや。相見に、あまたの切り傷、あまたのすりむき、あまたの打ち傷あり。 セななどは乱暴に大打せし者と見え、一面に腫れ上がり、その間に切り傷ありて、傷口開き、中より血にそみしい肉の見ゆるさえあるに。頭には一箇所、太き霧にて突きたるかと思われる深さ二寸余りの穴あり。その上、土の類にて強く大打したりと見え、頭は二つに裂け、 脳骨砕けて脳みそ散乱したるありさま。実に目も当てられぬほどなり。医師の診断によれば、いずれも午前二三時ごろに受けし傷なりと。同人の着物は、こん茶、縦島の人獲物にて、職業もさらに見込みつかず、かつ所持品等は一点もなし。その筋の鑑定によれば、 殺害したる者が、露見を防がんがために、ことさら奪い隠したる者ならん。故に、いずこの者が、何のために、各あさましき死をとげしや、また、殺害したる者はいずれの者かさらに知るよしなければ、目下厳重に探偵中なり。以下は、某の新聞の記事をそのままに転載したる者なり。 なお、この無残なる人殺しにつき、その筋の調べたるところを聞くに、死骸は川中より上げたれど、流れ来たりし者にはあらず、別に溺れ漂いたると認むる過剰はなく、ことに水の来たらざる岸の根に捨ててありたり。なお、あたりに血の跡のなきを見れば、他にて殺せし者を、担ぎ来たりて、 投げ込みしものなるべし。また、このところより、一丁ばかり離れし、ある家の塀に血の尽きたる跡あれど。これも、殺したるところにはあらず。多分は、血にまみれたる死骸を担ぎきたる途中、事故ありて、しばしその塀に立てかけしものなるべし。殺せしは何者か。殺されしは何者か。 さらに手がかりなしとはいえ、七月の延天、腐りやすき盛りと言い,い、ことに我が国には、仏国パリフ、ルー・モルグにあるごとき、死街陳列所の儲けもなきゆえ、いつまでもこのままに捨ておくべきにあらず。最寄り区役所は、とりあえず、歴史漂着人とみなして、仮に埋葬し、新聞紙へ、さのごとく広告したり。 歴史人、男、年齢30歳より40歳の間。当22年7月5日、区内築地山丁目15番地先、川中へ漂着。仮埋葬済み。人相、顔面長き方。口細き方。眉太き方。 目次尋常。左の方に黒あざ一つあり。頭三髪。身の丈五尺三寸くらい。中肉。少々数知れず。そのうち大傷は眉間に一箇所。背中に立ち悪たるごとき切り傷二箇所。かつ肩より腰のあたりへかけ、 相対に打ちのめされしごとく腫れ上がり、左の手に一箇所、首に一箇所、頭の真ん中に大傷、そこここにかすり傷等あまたあり、喉につかみつぶせしごとき傷、衣類、大名島ひとえもの、双子登山羽織、ただしひもつき、 紺ン博多帯、肉シャツ、下帯、白帯、小曲げた。持ち物さらになし。心当たりのものは申し出ずべし。明治二十二年七月六日、最寄り区役所。右、某新聞より天才。 人殺しは折々あれど、かくも無残な、かくも不思議な、かくも手がかりなき人殺しは、その類い少なし。されば、その日一日は、至るところこの人殺しの噂ならぬはなかりしも、都会は噂の種の製造所なり、翌日は他のことの噂に口を奪われ、全く忘れたるごとし。一人忘れぬは、 最寄り警察の刑事巡査なり、死骸の露見せし朝のなお暗き頃より、心をこのことにのみ委ね、身をこのことにのみ使えり、心を委ね、身を使えど、さらに手がかりのなきぞ悲しき。刑事巡査、下世話に言う探偵、世にこれほど忌まわしき職務はなく、 また、これほど立派なる職務はなし。忌まわしきところを言えば、我が身の鬼鬼式心を隠し、親切顔をしてその人の秘密を聞き出し、それをすぐさま官に売りつけて世を渡る。下面女菩薩、内心女野者とは、女にあらず探偵なり。切り取り強盗、人殺し、 牢破りなど言える悪人大からずば、その職繁盛せず、悪人を探すために善人をまでも疑い、見ぬふりをして盗み見、聞かぬ様をして盗み聞く。人を見れば泥棒と思えという恐ろしき戒めを職業の虎の巻とし、果ては疑うにとどまらで、人を見れば泥棒であれかし、 罪人であれがしと祈るにも至るあり。この人もし無本人ならば、我捕らえて我が手柄にせんものを。この男もし罪人ならば、我密告して酒の城にありつかんものを。頭にろうそくはいだかねと見る人ごとを呪うとは、恐ろしくも忌まわしき職業なり。 立派というところを言えば、かくまで人に憎まるるを厭わず、悪人を見破りてその主を尽くし、もって世の人の安きをはかる。いわゆる身を殺して陣をなす者、これほど立派なる者あらんや。五日の朝八時ごろのこと、最寄りの警察署の刑事巡査詰め所に、 二人の探偵、打ち方らえり。一人は、年四十ごろ。でっぷりと太りて、顔には絶えず、笑みを含めり。この笑み、見る人によりて、噂をことにし、愛嬌ある顔と褒めるもあり、人を茶化した顔と、そしるもあり。公平の判断は、上向けば愛嬌顔、下を向いては、 茶しがをなるべし名前は谷間だと人に呼ばる。金がすりの人と獲物に博多の格帯、すき家の羽織は脱ぎて鴨居の帽子掛けに吊るしあり。無論管理とは見えねど商人とも受け取りがたし今一人は年二十五六。子作りにして女妻なき顔つきなり。 白き棒島の人獲物、金金のへこおび。どう見ても一個の書生なれど、ここに詰め入るところを見れば、このごろ谷間田の下役に拝命せし者なるべし。この男、テーブル越しに谷間田の顔を見上げて。実に不思議だ。どういうわけで誰に殺されたか、少しも手がかりがない。 谷間田は例の茶菓子顔にて「何手がかりはあるけれど君の目には入らぬのだ何しろ東京のうちでどこか一人足らぬ人ができたのだから分からぬというはずはない早い例えが戸籍帳を借りてきて一人一人調べて回ればどこにか一人不足しているのが殺された男とまあこういうようなものさ」 大友君、君はこれが初めての事件だから、十分働いてみるべしだ。こういう難しい事件を引き受けねば、消灯はできないぜ。そりゃあわかっている。万根作説を切らんければ、もって力を知るなしだから、難しいはちっとも意図やセンサ。けどが、何か手がかりがないことにゃ。まあ、君の見たところで、 どのようなことを手がかりとしたもうか。どのようなことと何から何まで皆手がかりではないか。第一、顔の重長いのも一つの手がかり。左の方にあざのあるのもまた手がかり。背中の傷もやっぱり手がかり。まず傷があるからには鋭い刃物で切ったには違いない。さすれば、 差し当たり刃物を所持しているものに目をつけると、まあいうような具合で、その目のつけどころは当人の歳不妻というもの。君は日頃からフランスの探偵がどうだの、イギリスの理学はこうだのと、幼少一人で読んだような理屈を並べるから、これも得意の論理学とかいうもので割り出してみるがいい。はっははは。なんとそうではないか。 大友は心中に、己見ろ、というごとき笑みを隠して、わざと頭を書き。それはそうだけどが、書物で読むのと実際とは少し違うからな。小説などにある癖物は、足跡が残っているとか、狂気を忘れておくとか、必ず三つ四つは手がかりを残してあるけどが、こればかりはそうでない。まるっきり、 殺されたやつの名前からして、世間に知っている人がない。それだから君、どこから手をつけるという、とっつきだけは知らせてくれねば、僕だって困るじゃないか。そのとっつきというのが、めいの腹にあることで、君のよく言う君すとやらだ。互いに深く隠して、さあとなるまでは、たとえ長官にも知らさぬほどだけれど、君はまず、 私が終戦でこの書へも入れてやったものではあるし、ことにこれが戦で言えば初陣のことだから、人に言われぬ機密を分けてやる。そこの入り口を閉めてきたまえ。そりゃあ実にありがたい。筆胸の幸運だ。谷間田はテーブルの上のうちわを取り、しずしずと仰ぎながら、少し声を低くして。 君、まずこの人殺しを何と思う欲得づくの追いはぎと思うかしかしはまた。さようさ、持ち物の一つもないところを見れば、追いはぎかとも思われるし、死にざまの無残なところを見れば、何かの遺恨だろうかとも思うし、とにかくフランスの探偵秘宝に、分かり難き犯罪の底には、必ず女ありと言っているから。 女に関係した事柄かとも思う。さあ、そう先くぐりをするから困る。静かに聞きたまえな。持ち物のないのは、誰が見ても、くせ者が手がかりをなくするために隠したことだから、追いはぎの証拠にはならぬが、第一、傷に目を留めたまえ。傷は背中に刀で切ったかと思えば、頭には、 土で砕いた傷もある。すでに脳天などは土だけ丸く肉がめり込んでいる。そうかと思えば、またところどころにはかき殴ったような跡もある。なるほど。まだ不思議なのは、頭にへばりついている血を洗い落としてみたところ、頭のへこんで砕けたところに太い霧でもたたき込んだような穴もあるぜ。 君は気がつくまいけれど。何、気がついているよ。ニスも深く突き込んだように。そんなら君、あれを何でつけた傷と思うそれはまだ考え中だ。それわかるまい。わからぬならば黙って聞くべしだ。私はあれをこのごろ流行るあの太い鉄の かんざしをつきこんだものと鑑定するがどうだ大友は思わずも笑わんとしてやっと食いとどめ。女が買えかんざしだからどうせ女さ。女が自分でしなくてもくせ者がそばに落ちているとかどうとかする女のかんざしを取ってついたのだ。いずれにしても殺すそばには女びれがいたわ。 これでわかる。でも、かんざしの足は二つだから、穴が二つ開くはずだろう。バカを言いたまえ、ニスも突き込もうというには、非常の力を入れて握るから、二つの足が一つになるのさ。一つになっても、穴は横に平たく開くはずだ。あの穴は少しも平たくない。まん丸だよ。してみれば、 かんざしでないののものだ谷間田はまた茶化かすごとく笑いてそう気がつくはなかなか感心これだけは実のところちょっと君の知恵を試してみたのだ大友は心の底にて何生意気な人を試すなどその手に乗るものかとあざけり終わってそんなら 本当のところ、あれは何の傷だそれはまだ僕にも少し見込みがつかぬが、まあ静かに聞くべし。とにかくこうシュシュ様々の傷のあるところを見れば、いいかいよく聞きたまえ。一人で殺したものではない。大勢で寄ってたかって殺したものだ。なるほど。してみれば。 まくせ者はいくたりもあるのだがしかし寄ってたかって殺すにはどうしても往来ではできぬことだそりゃあどういうわけでどういうわけって君聞きたまえよまた聞きたまえかいやまあ聞きたまえ往来なら逃げ回るからそれを追っかけるうちには人殺し人殺しと必ず声を立てる そのうちには近所で目を覚ますとか、巡査が聞きつけるとかするに決まっている。それでは野原か。さあ、野原という考えも起こる。しかし、差し当たり野原といえば、日比谷か海軍原だ。日比谷から死骸を、あの鹿まで担いでくるはずはなし。また、海軍原でもない。というものは、 海軍薔薇へはやたらに入られもせず、また隅から隅まで探しても殺したような跡はなし。それに一丁ばかり離れたある家の塀に血のついているところを見ても、海軍薔薇で殺して築地三丁目の貸しに捨てるに一丁も他へ担いでいくはずもなし。それでは家のうちで殺したのか。まあ、聞きたまえというのに。 そうさ、家のうちとも、家のうちで殺したのだ。家のうちでも、やっぱり騒がしいから、近所で目を覚ますだろうそれ、そう思うだろう。素人はとかく、そういうところへ目をつけるから、仕方がない。なるほど、家のうちでも、大勢で人一人殺すには、騒ぎ回るに違いない。従ってまた、 隣近所で目を覚ますに違いない。そこでだ、隣近所で目を覚ましても、ああ、また例の喧嘩かと、別に気にも留めずにいるようなところがどこにかあるだろう。それではしばしば大喧嘩のある家かね。そうさ、しばしば大勢の人も集まり、またしばしば大喧嘩もあるという家がある。 そのような家で殺されたから隣近所の人も目を覚ましたけれど平気でいたのだ。別に咎めもせずに捨ておいてまた眠ってしまったのだ。しかしそのような大勢集まって喧嘩を再々する家がどこにあるこれほど言ってもまだわからぬから素人はそれで困る。まあ少し考えてみたまえな。 考えても僕にはわからんよ。刑事巡査とも言われるものがこれくらいのことがわからんでは仕方がないよ。ドバだあね。えドバドバなら知っている。普通の間の海峡。困るなあ、冗談じゃないぜ。ドバとはバクチバだー、ね、なるほど。 ドバはバクチバか。それなら、バクチバの喧嘩だね。そうさ、バクチバの喧嘩で殺されたのよ。バクチバだから、誰も財布の他は何も持っていかぬが、さあ喧嘩といえば、すぐに自分の前にある金を懐へかっこんで立ち、その上で相手になるのが、バクチなど打つやつの常だ。そこにはなかなか抜け目はないわ。 あの死骸の当人も、やはりそれだぜ。詳しいところまではわからぬけれど、何でもそばに喧嘩があったので、手早くそば中のありがねをひっさらって、立とうとすると、居合わせた者どもが、めいめいにその一人に飛びかかり、初めの喧嘩はさておいて、俺の金をどうしやがるというような具合に、天然に奪い返すところから、一人と大勢との入り乱れとなり、 踏まれるやら撃たれるやらいつの間にか死んでしまったんだそれだから持ち物や懐中物は一個もないのだえどうだ恐れ入ったか大友はしばし考えてなるほどうまく考えたよけどがこれはまだ機能法でいうハイポセシスだ仮定説だ事実とは言われぬて これからまだ、ベリフィケーション、証拠試験をしてみんことにゃ。さあ、それが生意気だというのだ。自分でわからぬくせに、人の言うことに火を打ちたがる。けどが君、君が根拠とするのは、ただ様々な傷があるというだけのことで、傷からして大勢ということを考え、大勢からして、爆場ということを考えただけじゃないか。 つまり、証拠というのは様々な傷だけだ。他に何もない。第一、この解明世界に、果たしてそのような爆地場があるはずもなし。いや、あるから言うのだ。築地へ行ってみろ。シナ人がチーパーもやるし、賭博宿もするし。宿っても、何、シナ人が身分ではやらぬ。皆、日本の爆地打,打ちに宿を貸して、 自分は知らぬ顔でバゼニを取るのだ、バゼニを。だからもうすっかり日本のサイコロで、狐だの、長藩などをやっておるわ。けどが、バクチ打ちにしては身なりが変だよ。博多の帯に羽織などは。なーに、シナ人のバクチ宿へ入り込む連中には、黒い高棒をかぶった人もあるし、様々だ。 それにまた、あの死骸を詳しく見るに、手の皮、足の皮などの柔らかなところは荒仕事をしたことのある人間でもなし、かといって生真面目の町人でもない。どうしても博打など打つような怠け者だ。大友は真実感心せしか、あるいは浮き立たせて、なおその奥を聞かんとの巧みなるか、急に打ち解けし言葉の調子となり、 いやどうも感心した。どうにも手がかりのないのをこれまで見破るとは。なるほど、築地には品人が日本の封建の及ばぬのを機械として、そのような湿気なことをしているか。なあ、実に拓眼には恐れ入った。谷間田は越後に入り。うん、恐れ入ったか。そう折れて出れば。 まだ聞かせてやることがある。実はな。と言いながら、またも声を低くし。現場に立ち会った余震判事をはじめ、警部に至るまで、まるっきり手がかりがないように思っているけれど、まだ目が聞かぬというものだ。俺は一つ、非常な証拠物を見出して、人知れず取っておいた。え何か証拠品が落ちていたのか それは実に驚いたな何、こう抜け目なく立ち回らねばダメだよ。それも、君たちの目で見ては何の証拠にもならぬが、苦労人の生きた目で見れば、それが非情な証拠になる。えその品は何だ見せたまえ。え、君、サイコロの類でもあるかバカを言うな、サイコロなどなら。 誰が見ても証拠品と思うわな。俺の見つけたのは、まだずっと小さいものだ。細かいものだ。大友は、ますます爪より。えなんだどれほど細かいものだ聞かせるのじゃないけれど、君だから打ち明けるが、実は髪の毛だ。それもただ一本、あの握った手についていたから、 誰も知らぬ。先に俺がこっそり取っておいた。大友は心の内にて、ひそかに笑みを催し。何その髪の毛なら、手前より俺様の方が先に見つけたのだ。実は、四本握っていたのをそっと三本だけ取っておいた。それを知らずに、残りの一本を取っていい気になっていやがる。おいぼれめ。 しかし、俺の方は、もしも証拠隠匿の罪に落ちてはならぬと、一本残しておいたのに。キャッツ、その一本を取れば、後に残りがないから、取りも直さず、犯罪の証拠を隠したにあたる。それを知らないで、<laughs> 何を自慢しやがるんだ。と、笑う心を押し隠して。へ,へえ。 君の目のつけどころは実に違う。なるほど僕も髪の毛を一本握っているのをば見たけれど、それが証拠になろうとは思わず、実に後悔だ。君より先へ取っておけばよかったのに。なあに、君などが取ったって仕方がないわね。もし君ならば一本の髪の毛をどうして証拠にする。まるっきり証拠にする術さえ知らぬくせに。 知らなくても先へ取れば後で君に問うのさ。どうすれば証拠になるだろうと。ええ、君、どうか聞かせてくれたまえ。ごくないで。ええ、一本の髪の毛がどうして証拠になる。下から仰げば、うかうかと谷間田は誇り裂けるほどに顔を広げて。まあ見たまえ、この髪の毛を。と言いながら首にかけたる。 黒川の懐釜口より、長さ一尺強もある、ただ一本の髪の毛を取り出し、窓のガラスに透かしてみて。これこれだ。まず考えべし。この通り、幾曲がりも言っているのは縮れっ気だぜ。長さが一尺ばかりだから、男でもちょんまげに言っている髪の毛は、これだけの丈はあるが、今時のことだから。 男は縮れ毛なら買ってしまう。買らないのはいくらか髪の毛自慢の心があるやつだ。男で縮れっ毛のちょんまげというのはない。そうそう。縮れっ毛はことに散髪にもってこいだから、縮れっ毛なら必ず買ってしまう。本当に君の目はすごいね。そうすれば、これは女の毛だ。この人殺しのそばには、 のの女がいたのだ。なるほどいたどころではない女も幾分か手を下したのだなる手を下さなければ髪の毛をつかまれるはずがないこれは必ず男が死に物狂いになり手に当たる頭を夢中でつかんだものだそれで実は先ほどもあの霧のような傷を もしや、かんざしでついたのではないかと思い、ちょっと君の心を試してみたのだ。素人の目でさえ、無かんざしの傷でないとわかるくらいだから、その考えは廃したが、とにかく、じれっけの女がそばにいて、その髪をつかまれたことは、君にもわかるだろう。ああ、わかるよ。そこでまた、俺が思い出すことがある。もう、ずっと以前だが、 博打チ打ちを探偵することがあって、俺が自分で博打チ打ちに見せかけ、二月ほど築地の博打チ宿に入り込んだことがある。その頃ちょうど築地界隈にシナ人の張っている宿が二か所あった。その一か所に恐ろしい暴ずれの、そうさ、宿場女郎上がりでもあろうよ。でも顔はちょっといい二十四五でもあろうか。 あるいは三十くらいでもあろうかという女がいた。今思えばそれがちょうどこの通りの縮れっけだ。それは奇妙だな。さあ、バクチアドといい縮れっけの女といいこの二つ揃ったところは他にない。そう思うと心のせいかあの死に顔もどうだかそのころを見たことのあるような気がするて。 だからして何はともあれ俺はまずその女を捕らえようと思うのだ名前は何とか言ったっけこれも手帳を見ればわかるそうそうおこんと言ったおこんおこんあまり類のない名前だから思い出したおこんおこんもっとも今まだその女がいるかいないかそれもわからぬけれど うまくいてさえすれば、こっちのものだ。女のことだから、連れてきて少し脅しつければ、ペラペラと皆白状する。どうだ、えらいものだろう。実に恐れ入ったな。けどが、その宿はどこにあるのだ築地のどこいらに。それさえ教えてくれれば、僕が行って踏んじばってくる。えどこだすぐに僕を使ってくれたまえ。 谷間田はにわかにまた茶菓子顔に返り「バカを言えこれまで先日めた手柄を君に取られてたまるものか」「でも君は僕のために教えてやると言ったではないかそれで僕を使ってくれないならば教えてくれたではないただ自慢を僕に聞かせただけのことだそれほど俺の手柄を奪いたきゃ使ってやろうよ」 何手柄を奪うなどと、そのような野心はない。僕はただ。いやさ、使ってもやろうが、第一君はどうしていくどうしてって、他に仕方はないのさ。君にその町名番地を聞けば、あとは出た上で、巡査にでも、郵便配達にでも聞くから、わけはない。その家へ行って、この家におこんという者はいないかと問うのさ。 谷間田は声を放って打ち笑い。それだから仕方がない。野ぜ人殺しという大罪を犯した者、たぶんはどこかへ逃げただろう。よしやいるにしても、いるとは言わぬよ。ことによれば、ほとぼりの冷めるまで、当分、爆死もやめるかもしれぬ。どうしてそのような未熟なことで、行けるものか。差し当たり、その家へは行かずに。 他のところで探偵するのが探偵のいろはだよ。他のところでいよいよ突き止めた上はこっちのものだ。先が逃げようとも隠れようともそんなことは平気だ。隠れたら公然と御用でもって踏み込むこともできる。シナ人なら一旦隠れた日には日本の刑事巡査が何ともすることはできぬけれどおんは日本の女だから。 しかし君、他で聞くとは、どこで聞くのだそれを知らないようで、この事件の探偵ができるものか。それはもう、君の常に言う、臨機応変だから、俺のように、どこを押せば、どんな値が出るということを、ちゃんと知ったものでなくてはいけない。こればかりは、教えたいにも、教えようがないから、まことに困るて。 ゆう折しも先ほど締めをきたる入り口の戸を開き「谷間田どうしたほぼ見当がついたかえ」とて入り来たるはこの事件を監督する鬼沢警部なり谷間田は悪事でも見つけられしがごとくたちまち椅子より飛びのきて「ええええおよそ見当はつきましたこれからすぐに探りを始めまして」 何、二三日のうちには必ず下手人を捕らえます。と、長官を見上げたる谷間田の笑顔。なるほど、この時は愛嬌画を成りき。上向けばいつでも。谷間田はすぐ帽子を取り、羽織を着て、さもさも拙者は時間を無駄には捨てぬという見えで、長官より先にいで去りたり。後に長官小木沢は、 かの取り残されし大友に向かい、どうだ、気候も何か見込みをつけたか。けさ死骸を改めて、頭の血を洗ったり、手の握り具合に目をとどめたりする注意は、なかなか素人とは見えんだったが、大友は頭に手を置き、いや、どうも、実地に当たると思ったように行きませんわ。どうしても谷間田は、 経験が積んでいるだけ違います。今、その意見のあらましを聞いて、ほとほと感心しました。そりゃあな、どうしても長年、この道で苦労しているから、ちょっと感心させるようなことを言うて。けれども、それに感心してはいけん。他人の言うことに感心しては、つい雷道ということになって、自分の意見を世を立てん。間違ってもいいから。 自分は自分だけの見込みをつけ、見込み通り探偵するさ。他のことと違い、探偵ほど間違いの多いものはないから、どうかすると、老練な谷間田のようなものの見込みに、ゾン間違いがあって、気候のような初心の意見が当たることもある。気候は気候だけにやってみたまえ。へえ、私もこれからやってみます。 やるべしやるべし。と、励ますごとき言葉を残して、小木沢は立ち去れり。大友は一人手を組んで。うまい。長官は長官だけに、ちょいと励ましてくれたぞ。けどが、気功のような初心とは少し尺に触るな。初心でも、谷間田のような無学にはまだ負けんぞ。なに、感心するものか。しかし、 長官さえあれほどに褒めるくらいだから、谷間田は上手は上手だ。うぬぼれるも無理はない。けどが、俺は俺だけの見込みがあるわ。見込みがあるによって実は、キャツの意見の底を探りたいと、下から出ておだてれば、図に乗ってペラペラとしゃべりやがる。へん、キャツが経験経験と、経験でもって探偵すれば、こっちは理学的と論理的で探偵するわ。 探偵が道楽で対抗された俺様だ。無学の老いぼれに負けてたまるものかキャツめ頭の傷を説明することができんでかんざしでついたなどと苦しがりやがるぞこっちは一目見た時からちゃんと見抜いてある所持品のないわけもわかっているわキャツがバクチバと目をつけたのもうまいことはうまいけどが何 バクチバの喧嘩に女がいるものか。なるほど、そりゃ数年前に縮れっ気の女がいたかもしれぬ。けどが、女が人殺しの直接のエージェンシーということはない。と言って、俺もこれだけは少し明快しかねるけれど。何、失望するには及ばぬ。まずキャツの帰るまで、宿へ帰って、あの髪の毛を理学的に試験するのだ。 夕方になってまたここへ来りゃ、キャッツ必ず帰っているから、そこでまた少しおだててやれば。そうだ、僕は汗水になって築地を聞き合わせたけどが、バクチ宿のあるところさえわからなんだ。とこう言えば、キャッツ必ずまた図に乗って手柄顔に自分の探偵したこともすっかり喋ってしまうて。無学な奴はおだてが聞くからありがたいな。 いい年をしているくせに一人ごちつつ大友はこの署を立ち去りしが定めし宿所にや帰りけんさてもこの日のまさに暮れんとする頃かの谷間田は手拭いにて太き首の汗を拭きながら帰りきたりすぐに以前の詰書所に入り「おや大友は」「ふん」 キャッツ、何か思いついて、どこかへ行ったと見えるな。言いつつまず、手帳を紙入れなどつかみ出して、テーブルに置き、その上へ羽織を脱ぎ、そのまた上へ帽子を伏せ、両肌脱ぎて、ずかずかとまかない部屋に歩み入りつ、手おけの水を手ぬぐいに受け、絞り切って、胸のあたりを拭きながら、斜めに小遣いを見て、例の茶かし顔。 お前、あの大友がいつ出て行ったか知らないか。あんでも、おめえさまが出さしてから半時もたったんべえ。一人ぶつくりぶつくり言いながら出て行っただ。ふん、どこへ行ったか、目当てもないくせに。なんだかおめえさまのことを言っただぜ。わしが廊下を吐いていると、控え所のうちで、 谷間田はいい年いして、お田てへ聞くって。キャツ、うかうかとすっかり喋ってしまったとこきやがって。ええ、おめえ様、ま。おだてが聞きますか。谷間田は目を丸くし。えキャツが俺のことを、お田てが聞くってしっけえなやつだ。よしよし、これから見ろ。何も教えてやらぬからよいわ。生意気な。 とつぶやきつつ、早々吹き終わり、またも詰め所に帰りて、帽子は鴨居にかけ、羽織は木、手帳、紙入れは海中に入れ、また、ふっ、しっけえな。ふっ、小釈な。ふっ、生意気な。<laughs> と続けながら、長官、小木沢警部の控え所に行きたい。長官に向かい谷間田は、 無論愛嬌顔で、先ほど大友に語れしごとく、傷のさまざまなるところより、爆縛のことを告げ、やがて縮れたる紙筋を出して、差し当たり、おこんと言える素性不明のものこそ手がかりなれと解き終わって、さらにまた手帳を出し、こう見込みをつけたから、ぶっつけにまず、築地の騎士のところへ行きました。 基地に探らせてみると、お紺は昨年の春あたり、築地を越してどこかへ行き、今でもどうかすると、築地へ来るという噂もあるが、多分浅草編だろうとも言い、また、牛込だとも言うのです。実に、雲をつかむような話さ。でも、まず差し当たり、牛込と浅草とを目指して、まず牛込へ行き、それぞれ探りを入れておいて、 すぐまた車で浅草へ引っ返しました。どうも汗水くになって働きましたぜ。車代ばかり一円五十銭から使いました。それこれの費用がざっと三円差。でもまあ、やっとのことで浅草で見当がつきました。警部は腹のうちで、ふむ、牛米だけはおまけだな。手当を余計せしめようと思って。 実はこうなんです。お紺の年頃から人相を、私の覚えているだけのことを言って、自分でも聞き、また、かねて頼みつけのものにも探らせたところ、なんだか、馬道の氷屋に、髪の毛の縮れた雇い女がいたというものがあるんです。今度はすぐ自分で駆けつけました。駆けつけて、馬道の氷屋を片っ端から訪ねましたところがいない。 また帰ってよく聞くと。そう長たらしくては困る。ずっとはしょってはしょって、全体をおこんがいたかいぬか、それを先に言わんけりゃ。いました。いましたけれど、昨夜、三十四五の男が呼びに来て、それに連れられ、すぐに帰るとて出たっきり、今もって帰らず、今朝から探しているけれど、行方も知れぬと申します。え あしいじゃありませんか。てっきりそうですぜ。三十四五の男というのがあの死骸ですぜ。それも詳しくは覚えぬと言いますけれど、なんだか顔が重がくて、別にこれという癖もなく、ちょっと見覚えのできにくい格好だったと申します。左の方にあざはと聞きましたら、それは確かに覚えぬが、何でも大名島の人獲物の上へ。 羽織を着ていいたということですこれはもう氷屋の主も雇い人も言うことですから確かですしかし浅草の者が築地までそれも訳がありますよお紺は氷屋などの渡り物ですこれまでも折々築地に母とかのあるような話をしたこともありまた店の忙しい最中に店を開けたこともありますそうで それでは、もうどうしてもお紺を召し取らねば。そうですとも、そうだから帰ったのです。何でもまだ、この負荷に隠れていると思いますから、あなたに願って、各警察へそれぞれ人相なども回し、その他の手配りもしていただきたいので。私はこれより、すぐにまた、その浅草の氷屋で、どういうつてを持ってお紺を雇い入れたか。 誰が受け人だかそれを探し、またいよいよ築地にいる母とかなんとかいうものがあるならそれも探し、また先のバクチアドがまだあるかないか、もしあるなら昨夜どのようなものが集まったか、そのところへおこんが来たか来ないか、とそれからそれへだんだんと探し詰めれば、なにおんがどこに隠れていようとすぐに突き止めます。 おこんさえ手に入れれば、殺した者は誰、殺された者は誰、そのわけはこれこれとすぐに分かってしまいます。何の手がかりもなきことを、わずか一日に足らぬ間に、はやかくまでも調べ上げしは、さすが老口の探偵というべし。小木沢への説明終わりて、またも警察署を入れいでてゆく、その門前にて。 よ、谷間田くん、手がかりがあったら聞かせてくれ。と、呼び止めたるは、かの大友なり。大友は先刻、宿に帰りてより、いわゆる理学的、論理的に、いかなることを調べしや知らねえと、今また谷間田におだてを聞かせて、彼が探り得たるところを探りえんと、ここに来たりしものなるべし。されど谷間田は、 小遣いより聞きしことありて、再び大友に胸中の秘密を語らじと思えるものならば、ちょっと大友の顔を見向き、今に見ろと言いしまま、あとは口の内にて、ふ <laughs> っ、湿気な。ふっ、こしゃくな。ふっ、生意気な。とつぶやきながら、かの石の端をも踏み抜く決心かと思われるばかりに。 足踏みならして渡りされり、大友はその後ろ姿を眺めて。はてな、キャッツ何を立腹したか。今に見ろというあの口ぶりでは、おんとやらの居所でも突き止めたかな。何構うものか、おんが罪人でないことは分かっている。キャッツ、それと知らずに、ふん、今に後悔することも知らずに。 それにしても理学・論理学の力は偉いものだ。たった三本の髪の毛を宿所の二階で試験して、これだけの手がかりができたから、実に考えれば我ながら恐ろしいな。おそらくこの広い世界で、ほぼ誠の罪人を知ったのは俺一人だろう。これまで分かったから、後は明日の昼までには分かる。面白い面白い。すっかり 罪人の生命と番地がわかるまでは、まず小木沢警部にも黙っていて、少しも私には見当がつきませんというような顔をして、散々谷間田に誇らせておいて、そうだ、明日の正午十二時には、さあ罪人は何町何番地の何の誰ですと、明瞭に言い切ってやる。愉快愉快。しかし待てよ。 ただ一通りの犯罪と思っては少し違う。罪人がどうも意外なところにあるから、いよいよその名前を打ち明ける日には、社会を騒がせるて。世論を動かすて。条約改正のように、処方でこれがために演説を開くようになれば、差し当たり俺が弁し。まず、大井健太郎君という顔だな。故郷へ錦。 愉快、愉快。大友は一人微笑み、警察署へは入らずして、そのまままたも我が宿へブラブラと帰り去れりああ、大友はいかなる試験をなし、いかなることを発明せしや。わずか三本の髪の毛。いかなる理学的ぞ。いかなる論理的ぞ。谷間田の疑えるお根は、 果たして全くの無関係なるや議団また議団明日の昼過ぎにはこの議団いかに評価するや中編翌6日の正午大友はミスじの髪の毛をうやうやしく髪に包み水引きをかけぬばかりにして警察署に出頭し まず、小木沢警部の控え所に入れり。おりから警部は次の間にて食事中なりしかば、その終わりていできたるを待ち、出し抜けに。長官、大変です小木沢は、ハンケチにてひげの汚れを拭き取りながら椅子に寄り。ただ大変とばかりではわからぬが、手がかりでもあったのか。え 手が,かり手がかりは最初のことです。もうすっかりわかりました。との罪人が何町何番地の何の誰ということまで。小木沢は怪しみて、どうしてわかった理学的、論理的でわかりました。しかも、非常な罪人です。実に大事件です。荻沢は、 ほとんど大友がにわかに発狂せしかとまでに怪しみながら。非常な罪人とは誰だ名前がわかっているなら、まずその名前を聞こう。元より名前を言いますが、それより前に、私の発見した手続きを申します。けどが長官、私が説明してしまうまでは、この部屋へ誰も入れぬことにしてください。 小遣いその他は申すに及ばず、たとえ谷間田が帰ってくるとも、決して無断ではいれぬことに。よしよし、谷間田はおこんの隠れているところが分かったゆえ、午後二時までには降院してくるとて、今方出て行ったから安心して話すがよい。小木沢はもとより、心から大友の言葉を信ずるにあらず、今はあたかも、 他に用もなし、かつは全く意地になる大友の技量を試さんとも思うにより、方々その言うままに従えるなり。では長官、少し暑いけどが、ここらを閉めますよ。昨日も油断して独り言を言っていたところ、後で見れば小遣いが廊下を掃除しながら聞いていました。壁に耳の例えだから、 声の漏れぬようにしておかねば安心ができません。と言いつつ、あたりのガラス戸を閉ざして、小木沢の前にいな直り、紙包みより、かのみすじの髪の毛を取り出しつつ、ささやくほどの低き声にて。長官、この毛をごらんなさい。これはあの死人が右の手に握っていたのですよ。おや、貴公もそれを持っているか。 谷間田も昨日一本の毛を持っていたが、いえいけません。谷間田より私が先へ見つけたのです。実は四本握っていたのを私が先へ回って三本だけそっと抜いておきました。はい、谷間田はそれに気がつきません。初めからただ一本しかないものと思っています。小木沢は心の内にて、こやつ馬鹿のようでも、 なかなか抜け目がないわい、と少し驚きながら。それからどうした谷和田はこれを縮れ毛と思っておこんに目をつけました。それが間違いです。もし谷和田の疑いが当たれば、それはまぐれ当たりです。論理にかなった当たり方ではありません。私は一生懸命になって主樹の書籍を取り出し、 やっと髪の毛の性質だけ調べ上げました。無駄事はなるべく省いて、簡単に登るがよいぜ。はい、無駄事は申しません。まず、肝心な縮れ毛の訳から言いましょう。髪の毛の縮れるには、それだけの原因がなくてはならぬ。何が原因か。全体髪の毛は、まず大型、丸いとしたもので、それが元から末まで、 一様に丸いなら、決して縮れません。どうかすると、中ほどにつかみひしいだように薄っぴらたいところがある。その平たいところが縮れるのです。ですから、生まれつきの縮れ毛には、必ずどこかに平たいところがある。もしそれがなければ、本当の縮れ毛ではない。ところで、私がこの毛を粗末な顕微鏡にかけて、 よく見ましたところ、元から末までまんべんなく丸い。薄っぴらたいところは一つもない。さすれば、これは本当の縮れ毛でありません。わかりましたかそれなのに、ちょうど縮れ毛のようにゆれゆれしているのはどういうわけだこれは、結んでいるうちについた癖です。例えば、まっすぐな髪の毛でも、 ちょんまげに言えば、そのまげのところだけは、解いた後でも揺れていましょう。それと同じことで、この毛も縮れ毛ではない。結んでいたために、かように癖がついたのです。ですから、おこんの毛ではありません。わかりましたか小木沢は、少し最もなる議論と思い。なるほど、わかった。生まれつきの縮れ毛でないから、 おこんの毛ではないというのだなさあそれが分かればおいおい言いましょうわずか3本の髪の毛ですけれどこういう具合にだんだんと戦んしていくといろいろの証拠が上がってきますあなたまあご自身の髪の毛を1本お抜きなさい奇妙な証拠を見せますからこの証拠ばかりは自分に試験してみねば誰もまことと思いません まあ、騙されたと思って、一本を抜きなさい。抜いて、私の言う通りにすれば、きっと実の罪人がわかります。小木沢警部は、バカバカしく思えど、物は試しと、自ら我が頭より、長さ三四寸の髪の毛を一本抜き取り。これをどうするのだ。その髪の元を右向け、 末を左向けて、人差し指と親指の二つで中ほどをおつまみなさい。こうかそうですそうです。次にまたもう一本同じくらいの毛をお抜きなさい。いえ何、何本も抜くには及びません。ただ二本で試験のできることですから、わずかにもう一本です。そうそう。今度はその毛を、 前の毛とはあべこべに元を左向け末を右向けて今の毛と重ねそうそうその通りあと先互い違いに二本の毛を重ね一緒に二本の指でつまんでいや違います人差し指を下にしてその親指を上にしてそうそうつまむのですそれでその人差し指を前へ突き出したり 後ろへ引いたり、そうそうつまり2本一緒の毛へよりをかけたり戻したりするのです。それ奇妙でしょう ?2 本の毛が次第に右と左へずり抜けるでしょう。ちょうど2匹のうなぎを打ち違えに握ったように1つは右へ抜け1つは左へ抜けてだんだんとそれよればよるほどね奇妙でしょう。 なるほど奇妙だ。ちゃんと重ねてつまんだのが次第次第にこの通り、もう両方とも一寸ほどずり抜けた。それは皆元の方へずり抜けるのですよ。元が右に向かっているのは右へ抜け、元が左へ向いているのは左へ抜けていくのです。なるほどそうだ。どういうわけだろう。 これが大変な証拠になるから、まず気長くお聞きなさい。このようにずり抜けるというものは、つまり髪の毛の持ち前です。ごくごくどの強い顕微鏡で見ますと、すべて毛の類には、細かな鱗があります。鱗が重なり重なって、髪の上辺を包んでいます。ちょうど竹のコの皮のような塩梅式に、鱗は皆、 元から末へ向いていてるのですですからよりをかけたり戻したりするうちにうろことうろこがつっぱりあってつり抜けるのですなるほどそうかなまだひとつそのうろこの早くわかることは髪の毛をつまんでスーッとすごいてごらんなさい元からすえへこく時にはうろこの順ですからごくなめらかで さらさらと抜けるけれど、末より元へこくときは、鱗が逆ですから、なんとなく指に答えるような具合があって、どうかすると、ブルブルときしるような音がします。なるほど、そうだ。順にこけば、手応えは少しもないが、逆さにこけば、かすかに手応えがある。さあ、これで、おいおいにわかります。私は、 このミスジの髪の毛をその通りにして幾度も試してみましたが、一方は逆毛ですよ。これはもう死骸の握っているところをそのまま取って固く手帳の間へ挟み大事にして帰ったのだから途中で向きのたがうことはありません。このミスジをこう握っていたのです。そのうちで、へい、この一本が逆毛です。他の二本とは、 反対に向いていてますなるほど。さあどうです。大変な証拠でしょう。なぜなぜだってあなた、人間の頭へは、決して鱗の逆に向いた毛の生えるものではありません。どのようなことがあっても、生えたままの毛に逆毛はありません。しかるに、この三本のうちに、 一本逆毛があるとはなぜでしょう。すなわち、この一本は入れ毛です。入れ毛やかもじなどには、よく逆毛のあるもので、女がかもじを洗って、どうかするとこんがらかすのも、やっぱり逆毛が混じっているからのことです。逆毛と順の毛と鱗がかかり合うから、こんがらがって溶けぬのです。頭の毛ならば、順毛ばかりですから。 よしんばこんがらかってもしまいにはとけますそりゃもう女神結に聞いてもわかることそれが何の証拠になるさあこの3本のうちに逆毛があってみればこれは必ず入れ毛ですこの罪人は頭へ入れ毛をしているものですそんならやっぱり女ではないか 女より他に入れ毛などする奴はないから。そうです。私も初めはそう思いましたけれど、どうも女がこうむざむざと男を殺すとは、ちと受け取りにくいから、いろいろ考えてみますと。男でも一つ、逆毛のある場合がありますよ。それは何かというに、カツラです。カツラや面には、ずいぶん逆毛が、 たくさん混じっています。それだから私はもしや茶番師が催しの帰りとかあるいはまたファンシーポールに出た人が殺したではないかと一時は各も疑ってみましたしかし大隈博が強硬主義を取ってからファンシーポールはすっかりなくなるしそれかとて立ち茶番もこの頃はあまりないそれに逆げでない あとの二本をよく改めて見ると、その元のところが面やかズらから抜けたものでなく、全く生きた頭から抜けたものです。それは元のついているところでわかります。ことにまた、合点のいかぬのは、この縮れ具合です。すでに生まれつきの縮れ毛ではなし、全くい癖でこう曲がっているのですから、どういう髪を結べば、 このような癖がつきましょう。私は宿所へ来る髪結にも聞きましたが、どうもわからんと言いました。そうすれば、もうすっかりわからん。わからんのをよくよく考えてみると、ありますわい。この通り、髪の毛に癖のつく言い方が。えあなた。どうです。この癖は決して他ではない。シナ人です。はい。 確かに、シナ人の頭の毛です。小木沢警部は、しばし呆れて、目を見張りしが、またしばし考えて。それでは、シナ人が殺したというのか。はい、シナ人が殺したから、非常な事件というのです。元より、単に人殺しというだけの罪ですけれど、シナ人と会ってみれば、 国国と国との問題にもなりかねませんことによっては日本政府からシナ政府へ。しかしまだシナ人という証拠が十分に立たぬではないか。これでまだ証拠が立たぬというは、そりゃあ無理です。第一、この罪人を男か女かとお考えなさい。あの傷で見れば死ぬるまでによほど戦ったものですが。 女なら、あれほど戦ううちに、早く男に刃物を奪い取られて、あべこべに殺されます。また、背中の傷は、逃げた証拠です。相手が女なら、容易のことでは逃げません。それにまた女はいや、女でないことは理屈に及ばぬ。箱屋殺しのような話もあるけれど、それは不意打ち。あの傷は決して不意打ちでなく、 ずいぶん戦ったものだから、それはもう男には違いない。さあ、すでに男とすれば、誰が一尺余りの毛を伸ばしていますか大元人のうちにはあるとか言いますけれど、それは論外。また、ずいぶんちょんまげもありますが、この髪の癖をご覧なさい。揺れている癖を。大元人や宗師のようなチラシ髪では無論、 この癖はつかず、ちょんまげでも同じこと。ただこの癖のつくのはシナジンに限ります。シナジンの頭はご存知でしょう三つに分けて紐に組みます。解いても癖直しをせぬうちはこの通りの癖があります。元から末まで規則正しくくねっているところをご覧なさい。それにまたシナジンの他には、 男で入れ毛をするものは決してありません。シナ人は入れ毛をするのみならず、それで足らねば糸を入れます。この入れ毛といい、この縮れ具合といい、これがシナ人でなければ、私は辞職します。えシナ人と思いませんか小木沢は一応その通りあるに感じ、なおかの髪の毛を改めるに、いかにも 大友の言うとおりなり。なるほど、一理屈あるて。さあ、一理屈あるとおっしゃるからは、あなたももう半信半疑というところまでこぎつけました。あなたが半信半疑とくれば、こっちのものです。私もこれだけ発明したときは、まだ半信半疑であったのです。ところが、後からだんだんと確かな証拠が立ってくるから。 ついにどうしてもナジ人だと思い詰め、今ではその住居、その生命まで知っています。その上、殺した原因からその時の様子までほぼ分かっています。それも宿所の2階から一足も外へ踏み出さずに探り極めたのです。それで、まず名前から言うがよい。い,いえ、名前を先言ってしまっては、 あなたが終わりまで聞かぬからいけません。まずお聞きなさい。今度は、傷のことから申します。第1は、あの背中にある刃物の傷ですが、これは怪しむに足りません。大抵人殺しは刃物が多いから、まず当たり前のことを見逃して、さて不思議なのは、脳天の傷です。医者は土で叩いたと言いますし、谷間田はその前に、 かんざしででもついたのだろうかと怪しんでいますが、両方とも間違いです。何より先に丸くめり込んでいるところに目を留めねばなりません。土で叩いたなら、頭が砕けるにもしろ、必ず腫れ上がります。決していつまでもへこんでいるというはずはない。それなのに、あの傷が実際へこんでいるのはどういうわけでしょう。これは他でもない。 あれだけの丸いものが頭へ当たって、当たったままで四五分もそのところを押し付けていたのです。そのうちに命はなくなるし、血は出てしまい、腫れ上がるだけの精がなくなった。さあ、精のなくなった後でその丸いものを取ったから、へこみきりになったのです。それならその丸いものは何か。どうしてそう長い間、頭を押し付けていたのか。 これがちょっとテンの生きにくい過剰。しかし何考えればわけもないことです。その説明は、まず論理学の機能法に従って、仮定説から先に言わねば分からぬ。この戦いは、シナ人の家の高い2階ですぜ。一方が逃げるところを、後ろから2頭、3頭、追い打ちに浴びせかけたが、静かに座っているのと違い、 何分にもよく切れぬ。それだから背中に盾の傷がいくつもある。一方は逃げ、一方は追ううちに、はしご団のところまで追い詰めた。こうなると死に物狂い。急阻かえって猫をはむのたとえで、振り向いて頭の髪を取ろうとした。ところが、悲しいことには、シナ人の頭は前の方を反っているから、うまく届かぬ。 わずかに指先で四五本つかんだが、そのうちに歯やシナ人の長い爪で喉笛をぐっとつかまれ、かつ眉間を一つ切り砕かれ、うんと言って仰向けに後ろへ倒れる。はずみに四五本の毛は指にかかったままで抜け、すらすらと尻尾のような紐が触るその途端入れ毛だけは根がないからわけもなく抜けて手にかかる。 倒れた下は、はしご段ゆえ、どしんどしんと、頭から背中から、腰のあたりを強く叩きながら、頭が先になって転げ落ちる。落ちた下に、ちょうど丸いものがあったから、その上へ、ずしんと頭をつく。体の重さと、落ちてくる勢いで、めりめりとへこむ。上から血眼で降りきて、抱き起こすまでには、いくらかの手間がある。 そのうちに血がつきて、腫れ上がるだけの勢いが消えたのです。背中から腰へかけ、紫色に叩かれた跡や、すりむいた傷のあるのは、はしご団のせい。頭のへこみは、丸いものの仕業。決して殺したシナ人が自分の手で、こう無残なことをしたのではありません。どうです、これでもまだわかりませんか ふんなかなか関心だ当たる当たらんはさておいて初心の機構がこう詳しく意見を立てるはとにかく関心するけれどその丸いものというのは何だいいろいろと考えましたが他の品ではありません子どもの回す駒であります駒だから鉄の針棒が斜めに上に向かっていました その証拠は、霧を叩き込んだような深い穴が、へこみの真ん中にあります。しかし、頭が、その心抱の穴から砕けるはずだのに。いや、彼の頭は、駒のために砕けたのではなく、その実、下まで落ち着かぬ前にはしごの段で砕けたのです。駒はただ、あのへこみをこしらえただけのことです。 うん、なるほど、そうかな。まったくそうです。すでに駒があったとしてみれば、このジ人には、七八歳以上、十二三歳以下の子があります。なるほど、そうだ。この証拠は、これだけでまず止めておきまして、再び髪の毛のことへ帰ります。私ははじめ、生まれつきの縮れ毛でないことを知ったとき、 なお、念のため、湯気で伸ばしてみようと思い、この一本を鉄瓶の口へ当て、出る湯気にかざしました。すると、意外千番な発明をしたのです。実は、罪人の名前までわかったというも、全くその発明の高音です。その発明さえなけりゃ、どうしてあなた、名前までわかりますものか。小さ沢も今は、 熱心に聞くこととなり、少し咳こみて。ど、どういう発明だこうです。鉄瓶の口へ当てると、この毛から黒い汁が出ました。はてなと思い、よくよく見ると、どうでしょう。あなた、この毛は実は白髪ですぜ。白髪をこのように染めたのですぜ。染めてから1週間もたつと見え、その間に、 五輪ばかり伸びて、これ元の方は伸びただけまた白髪になっています。なるほど、白髪だ。よく見れば白髪を染めたものだ。してみると老人だな。はい、私も初めは老人と見込みをつけましたが、なお考え直してみると、第一老人は体も衰え、従っては、 一切の情欲が弱くなり、その代わり勘弁というものが強くなっておりますから、人を殺すほどの立腹はいたしませず、よしや立腹したところで力が足らぬから、若い者を部屋中追い回ることはできません。それもそうだな。そうですから、これはさほどの老人ではありません。随分始終に足らぬうちに、 白髪ばかりになる人はありますよ。これもその類です。年が若くなければ、あのしわんぼうなシナ人ですもの、どうして白髪を染めますものか。年に似合わず白髪があって、よくよくみっともないから、やむを得ず染めたのです。これは感服だ。実に感服。さあ、これからあとはじきに分かりましょう。 シナ人のうちで、駒をもてあそぶくらいの子どもがあって、年に似合わず白髪があって、それでその白髪を染めている、このようなシナ人は決して2人とはありません。そうともそうとも、だが君はかねてそのシナ人を知っていたのだな。い,いえ知りません。まったく髪の毛で推理したのです。 でも、髪の毛で名前のわかるはずがない。はい、髪の毛ばかりではわかりません。名前はまた、他に計略を回らせたのです。どのような計略をいや、それが話の種ですから、それを申し上げる前に、まずあなたに聞いておくことがあります。今まで私の説明したところに何か不信はありませんか もしあれば、それを残らず説明した上でなければ、その計略とその名前は申されません。そうかな今までのところには別に不信もないが。いや待て、俺はこの人殺しの原因がわからぬて。谷間田の言うとおり、喧嘩から起こったことか、それともまた。いや、喧嘩ではありません。 全くイコです。イコに相違ありません。谷間田はあの、傷のたくさんあるという一点に目がくれて、第一に大勢で殺したと考えたから、それが間違いの始めです。なるほど、大勢でつけた傷とすれば、喧嘩というより他に説明のしようがありません。しかしこれは、決して大勢ではなく、今も言う通り、当人が、 逃げ回ったのと、はしご段から落ちたために、手術の傷がついたのです。やっぱり、一人と一人の戦いです。一つも大勢を相手という証拠はありません。しかし、イコンという証拠はその証拠が、なかなか入り組んだ議論です。気長くお聞きを願います。もっともこればかりは、私にも十分にはわかりません。 ただイコンというだけが分かったので、その他の詳しいところは、到底本人に聞くほかは仕方がありません。まず、そのイコンというだけの道理を申しましょう。とて、手のひらにて汗をぬぐいたり。大友は、一汗ぬぐいて言葉を続け。第一に目をつけべきところは、 殺された男が一つも所持品を持っていない一条です。あなたをはじめ大勢の人がこれは殺した奴が露見を防ぐために奪い隠してしまったのだと申しますが決してそうではありません。もしそれほど抜け目なく気のつく癖者なら自分の髪の毛を握られていることにも必ず気がつくはずです。しかるに髪の毛に気がつかず そのまま握らせてあったのは、ただもう死骸さえ捨てればよいとドギマギして死骸を担ぎ出したのです。ふーん、そうだ。所持品を隠すくらいなら、なるほど髪の毛も取り捨てるはずだ。してみると、はじめから持ち物は持っていなかったのかない,いえ、そうでもありません。持っていたのです。ごくごく火盗の身なりでもありませんから。 財布か紙入れの類は是非持っていたのです。しかしそれは君の想像だろうどうして想像ではありません。演疫法の推理です。よしまた、紙入れを持たぬにしても、タバコ入れは是非持っていました。彼は非常なタバコ好きですから。それがどうしてわかるそれは、 誰にもわかることです。私は死骸の口を引き開けて、歯の裏を見ましたが、ニで真っ黒に染まっています。どうしても、よほどのタバコ好きです。タバコ入れを持っていないはずはありません。これが、書生上がりとかなんとか言うなら、ずいぶんお先タバコということもありますけれど、彼はそうではありません。安物ながら、博多の帯でも締めていれば、ぜひもう、 腰の周りにタバコ入れがあるものです。それならそのタバコ入れや財布などがどうしてなくなったそれがイコンだからなくなったのです。イコンとせねば他に説明のしようがありません。イコンもただのイコンではない。自分の身に恨まれるような悪いことがあって常に先のやつを恐れていたのです。 何でも私の考えでは、彼、よほどゆっくりして、紙入れも取り出し、タバコ入れもそばに置き、打ちくつろいで、誰かと話でもしていたのです。そのところへ、不意に恐ろしいやつがやってきたものだから、取るものも取りあえず、逃げ出したのです。それだから、持ち物は何もないのです。しかし、それだけでは、どうも十分の道理とも思われんが。 なぜ十分と思われません。第一、背中の傷が逃げた証拠です。自分の身に悪い覚えがなくて、なぜ逃げます。必ず逃げるだけの悪いことがあるからです。すでに悪いことがあれば、恨まれるのは当たり前です。自分でさえ悪いと思って逃げ出すほどの事柄を、先方が恨まぬはずはありません。それはそうだ。 さすれば、紀行の鑑定では、まず真男と見たのだな。真男が勘埠と忍び合って、話でもしているところへ、本当の夫の不意に帰ってきたとかいうようなわけ柄で。そうです、全くそうです。私も初めから真男に違いないと目をつけておりましたが、真の罪人が分かってから初めて真男ではなかったのかなと。 疑いを起こすことになりました。それはどういうわけで別に深いわけとでもありませんが、との罪人は妻がないのです。それは後でわかりました。しかし、駒を回すくらいの子があれば妻があるはずだが。い,いえ、それでも妻はないのです。あるいは昔あったけれど、死んだのか離縁したのか。 ことにまた、その子というのも、もらいごだと申します。もらいごか。それなら、妻のないのも無理ではないが、しかし、もしまた、羅斜面でもありはせんか。私もそう思って、そこも探りましたが、とにかく自分のうちには、羅斜面類似の女は、一人もいません。いやあさ。 家にいなくとも他へ囲ってあれば同じことではないかいえ他へ囲ってあれば決してこの通りの犯罪はできません。なぜというにまず囲いものならばその密布とどこで会います。どことも決まらぬけれどそうさ、まず待合その他の曖昧な家かあるいはその囲われている自分の家だな。 さあ、それだから、囲い物でないというのです。第一、待合とか、曖昧の家とかいうところだと、これほどの人殺しがあってごらんなさい。当人たちは隠すつもりでも、その家の者が黙っていません。警察へ派せつけるとか、隣近所を起こすとか、さもなくば、後で警察へ訴えるとかなんとか、そのようなことをいたします。ですから、 他人の家で会ったことなら、このような滞在が今まで手がかりの出ぬはずはありませんもしその囲われている家へ真男を引き込んでいたとすればどうだそうすれば論理にかないませんまず自分の囲われている家へ引き込むくらいなら必ず初めから用心して戸締まりを十分につけておきますことにこの犯罪は医者の見立てで 夜の二時から三時の間とわかっていますから、戸締まりをしてあったことは十々確かです。ただに戸締まりばかりではない。囲い者の,の腹では、不意に旦那が戸を叩けば、どこから逃がすということまでも、前もって見込みをつけてあるのです。それくらいの見込みのつく女でなければ、決して我が囲われているところへ男を引き込むなど、 さような大胆なことはできません。さあ、すでに、こうまで手配りがついていれば、旦那が外から遠叩く、はい、今開けますと返事して、手職をつけるとか、マッチを探すとかに紛らせて、男を逃がします。逃がした上でなければ、決して旦那を入れません。それはそうだ。はてな。かっこいいものでなし。それかといって、 羅斜面も妻もないとしてみれば、君の言う魔男ではないじゃないか。はい、それだから魔男とは言いません。ただ魔男のような種類のイコンで、すなわち殺された奴が自分の悪いことを知り、金ね恐れているというだけしかわからぬと申しました。でも魔男より他にちょっとそのようなイコンはあるまい。 はい。他にはちょいと思いつきません。しかし、難しい犯罪には、必ず一つのミステリー、不可思議というものがあります。ミステリーは到底、罪人を捉えて、白状させた上でなければ、どのような探偵にもわかりません。これがわかれば探偵ではない、神様です。この事件では、ここがすなわちミステリーです。このように、 真男騒ぎでなくてはならぬ道理が分かっていながら、その本人に妻がない、これが不思議の不思議たるところです。決して当人のほかには、この不思議を解くものはありません。そうまで分かればそれでよい、もうその本人の名前と機構の言う、契約を聞こう。しかし、これだけでほかに疑いはありませんか うんない。ただいま言ったミステリーとかの一点よりほかに疑わしいところはない。それなら申しますが、こういう次第です。と、またも額の汗を拭きたり。さて、大友は言いずるよう。私は全く昨日のうちにこれだけの推理をして、罪人は必ず年に似合わぬ白髪があって。 それをうまく染めているシナ人だと見て取りました。それにより、まず谷間田に会い、彼がどういう発明をしたか、それを聞いた上で自分の意見も述べてみようと、この書を指して縮書を出ましたところ、宿書の前でかねて出牧はじめ、種樹の小間物を売りに来るシナ人に会ったのです。何より先に小やつに問うが一番だと思いましたから。 明朝たくさんに筆を買うから、俺の宿へ来てくれと言いつけておきました。それより、この書へ来たところ、ちょうど谷間田が出て行くところで、私は呼び止めたれど、彼何か立腹の体で、返事もせず去ってしまいました。それゆえ、やむを得ず、私はまた、宿所へ引っ返しましたが、今朝になって、案のごとく、その品人が参りました。 それを相手に主寿の話をしながら、実は俺の親類に、年の若いのに白髪のあって困っているものがあるが、お前は白髪染め子の類を売りはせぬかと問いますと、そのようなものは売らぬと言います。それならもし、その製法でも知っていぬかと問いましたら、自分はわからぬが、自分の親友で居留地三号の二番館にいる同国人が、 今年まだ四十四五だのに白髪だらけで、いつも自分で染め粉を調合し、湯に行くたびに頭へ塗るが、なかなかよく染まるから金をくれれば、その製法を聞いてきてやろうと言います。さてはこれこそと思い、お前、居留地三号の二番間といえば、昨日も俺は三号のあたりを通ったが、何でも子供が駒を回していたかの家が、 2番だろうと言いましたところ、ああ、子供が駒を回していたなら、それに違いはありません。その子供は、すなわち今言った、白髪のある人のもらい子だと言いました。それよりいろいろと問いますと、第1、その白髪頭の名前は、陳・死寧と言い,い、長く長崎にいて、明治20年の春、東京へ上り、今では茂に、 横浜と東京の間を生きがよいしていると言います。それにその気象はシナ人に似合わぬ腹立ちやすくて折々人と喧嘩をしたこともあると言いました。さあ、これがすなわち罪人です。三号の二番間にいるシナ人、チン・シネが全く異恨のために殺したのです。小木沢はしばし目前として考えしが、 なるほど。気候の言うことは重々もっとも。髪の毛の試験から押してみれば、どうしてもシナ人でなくてはならず。また、同じシナ人が、決して二人まであろうとは思われぬ。しかし、果たして、陳氏シネとしてみれば、まず、申告領事に掛け合いもつけねばならず。とにかく、日本人がシナ人に殺されたことであるゆえ。 実に容易ならぬ事件である。私もそれを心配するのです。新聞屋にでもこれが知れたら、一つの世論を起こしますよ。何しろ、陳氏しねえというは、憎いやつだ。しかし、谷間田はそうとは知らず、まだおこんとかを探しているだろうな。各言う折しも、入り口の塔を慌ただしく引き開けて入り来たるわ。 かの谷間だなり今陳氏寧という声が聞こえたがどうしてこの罪人が分かったかいやいや谷間だ貴公も陳氏寧と見込みをつけたか見込みどころではないもうお紺を捉えてまいりましたお紺の証言で陳氏寧が罪人ということから殺された本人の身分殺された原因 残らず分かりました。それは実に関心だ。谷間田も偉いが大友も偉いものだ。え大友がなぜ偉い下辺評全く谷間田の意思ごとくお紺の言い立てにもこの事件の大儀団は氷塊したり。 今おこんが小木沢警部の尋問に応えたることのあらましをここに知るさん。わらわ、おこんは長崎の生まれにて、十七歳の時、遊郭に身を沈め、多く西洋人、シナ人などを客とせしが、まもなくある人に買い取られ、上海に送られたり、上海にて同じ勤めをするうちに、 深くわらわを愛し始めしは、賃死寧と呼ぶ死な人なり。死寧は、かなりの雑貨商にして、かねてより長崎にも支店を開き、弟の賃近畿といえるものを、その支店に出張させ、日本の雑貨買い入れなどのことを任せおきたるに。弟近畿は、とかく放らにして、悪しき行い多く。 ことに、支店の禁煙を使い込みて、死ねのもとへとては一銭も送らざるゆえ、死ねは自ら長崎に渡らんとの心を起こし、それにしては、おこんこそ長崎のものなれば、引き連れ行きて都合良きこと多からんと、ついにわらわを穴がいて長崎に連れきたれり。死ねは生まれつき、 はなはだ醜き男にして、頭には年に似合わぬ白が多く。わらわは彼を好まざれど、ただ故郷に帰る嬉しさにて、その言葉に従いしなり。やがて連れられて、長崎に来たり見れば、その弟の金きと言えるは、はじめわらわが、長崎の車わにて勤めせし頃、なじみを重ねししなじんにて、 死ねえにはにぬ講談師なれば、わらわはいつしか死ねえの目をかすめて、またも近畿と割なき仲となれり。されど死ねえはそのことを知らず、ますますわらわを愛し、ただ一人なるわらわの母まで引き取りて、わらわと共にすまわしめたり。母は早くもわらわが近畿と密会することを知りたれと 別にとがむる様子もなく、ことに近ンは、兄・シネより心広くして、しばしば母に物など送ることありければ、母はかえってよきことに思い、わらわと近ンのために、守備を作ることもあるほどなりき。そのうちにわらわはいずれかの種を宿し、男の子を儲けしが、もとよりシネのこと言いなし、 じと名付けて育てたりこれより一年余りもへたる頃ふとせしことよりしねえはわらわとキンとの間を疑い痛く怒りてわらわを執着しかつキンを殺さんとまでにたけりたれとわらわ巧みにその疑いを言いときたりかくてもわらわは何故かキンを思い切る心なく 金岐もわらわをすつるに忍びずとて、なお懲妻に不義の働きを成し降りたり。ネージが四歳の時なりき、金岐は悪事を働き、長崎にいることできぬ身となりたれば、わらわに迎えて共に神戸に逃げゆかんと進めたり。わらわは早くよりしねえには愛想つき、ひたすら金岐を愛したるゆえ、 しからば、ネイジをも連れて、ともにゆかんといいたるに。そは足でまといなりとて、聞き入るる様すなければ、せんか方なくネイジを残すこととし、母にも告げず、したくをなし、翌日二人にて、長崎より船に乗りたり。後にて聞けば、近きは出足に望み、兄の金を千円近く盗みきたりしとのことなり。 やがて神戸に上陸し、一年余り遊び暮らすうち、近畿の海中も残り少なく成りたれば、今のうち東京に行き、相応の商売を始めんと、またも神戸を去り、東京に上り来たるが、当時、築地に品人の開ける博打宿あり、近畿は日頃、たしなめる道とて、直ちにその宿に入り込みしも、 運悪くしてわずかに残れる金子さえたちまち失い尽くしたればいかに相談せしか金妃はわらわをその宿の下女に住まわせ己はチーパーの小遣いに雇われりこの後一年を経て明治二十年の春となりわらわも金妃も築地に住まいがたきことできたりそのわけはほかならず かの近畿の兄なる陳氏ね商売の都合にて長崎を引き払い、東京に来たりて築地に店を開きしとある人より聞きたれば、当分のうち別れ別れに住むこととし、わらわは口を求めて本郷のある加藤料理屋へ住み込み、近畿は横浜の博打宿へ移りたり。ある日わらわは、 一日のいとまをえたれば、久しぶりに近畿の顔を民んと横浜より呼び寄せて、共に手を引き、ここかしこ見物するうち、浅草観音に入りたるに、思いもかけず、見せ物小屋のほとりにて、後ろより、おこん、おこん、と呼ぶものあり。ふりむき見たれば、わらわの母なり。ねえじも、 そのそばにあり、見違えるほど成長したり、おや、あなたは、お前はまあ、私にも言わずにいなくなって、それきり頼りがないから、どこへ行ったかと思ったら、まあ、東京へ。まあ、そしてまあ、金地さんもまあ、ネージ、覚えているだろう、これがいつも言うお前のおっかさんだよ。 おとっつぁんはおまえをもらいごだと言うはずだ。これがおまえの本当のお父さん。わたしはまあ先へ言わねばならんことをわれてさ。おこんやまだ知るまいが用心せねばいけないよ。東京へ来たよ、親指が。わたしもあのまま世話になっていて、このとおり東京まで連れられてきたがの。 今でもお前に大残りに残っているよ、未練がさ。親指はお前がいなくなったとき、どのように怒っただろう。私まで叩き出すって、ちいちいパーパー言ったがね。腹立ったときゃ、少しもわからんがねえ、いうことが。でも、後で私を世話しておけば、いつかお前が会いたくなって帰ってくるだろう。 呪いことは輪をかけてるね、日本人に。そして、今はどこにああ、そう、本郷に奉公。ああ、そう、かわいそうに、近畿さんも一緒かい。ああ、そう、近畿さんは横浜に。ああ、そう、別々で会うこともできない。ああ、そう、かわいそうに。 ああそう、親指の来たことを聞いて。ああ、そう、かわいそうに。用心のため別れてか。ああ、そう、今日久しぶりに会って。ああ、そう、かわいそうに。それではお前、こうしな。今夜はね、家へ来てお泊りな。金木さんと二人で。何危ないものか。 昨日横浜へ行って明後日出なければ帰らんよ。いえ、本当に怖いことがあるものか。いえ、お泊まりな、お泊まりなよ。もしなんだね。帰ってくれば三人で裏口から駆け出さね。なに、ネジだって大丈夫だよ。しゃべりやしないよ。本当のお父さんとお母さんが泊まるのだもの、しゃべりやするものか。 ねえネ、ね、えジ。この子の名前は日本人のようで呼びやすくっていいことね。お隣の子はやっぱり愛の子でくりんというのだよ。おかしいじゃないかね。だから私がいっそのことネージ郎とするがいいと言うんだよ。来てお泊まりな。裏から三人で逃げ出さね。い,いえ、正直なところは。 私ももうあそこにいるのは嫌で嫌でならないの。お前たちと一緒で逃げればよかった。ああ、時々そう思うよ。今でも連れて逃げてくれればいいと。い,いえ、口には言わぬけれど、本当だよ。来てお泊まりな。ええ、お前今夜も明日の晩も大丈夫。い,いえ。 月のうちに二三度は家をあけるよ。横浜へ行ってさ、その留守はどんなに静かでいいだろう。これからね、そんな時には逃さず手紙をやるから来てお泊まりよ。二階が広々として、ええ、おいでなあね、おいでよ、おいでなあね、おいでよ。母は一人しゃべり立て、 話す景色も見えざる故、わらわもキンもついその気になり、この夜は大胆にも築地、陳死ねの家に行き、広々と二階に居ね、次の夜もまた泊まり、翌々日の朝になり、明治には固く口止めして帰りたり。この後も死ねの留守となるとわかるたびに、必ず母より前日にわらわの元へ、 知らせ来たるゆえ、わらわは横浜より近畿を迎え泊りがけに行きたり。もし母とねーさえなくば、わらわかかる危うきところへ足踏みもするはずなけれど、わらわのごとき薄情の女にも、母は懐かしく、子は愛らしい。ひつは母の懐かしさに引かされ、一つは この愛らしさにもひかされしなり。さればその留守、前日よりわからずして、近畿を呼び迎えるいとまなき時は、わらはただ一人、生きたることもあり。明治二十年の秋ごろよりして、今年の春までに、生きて止まりしこと、およそ十五度もあるほどなり。今年夏の初め、 わらわはあまりしばしば方向先を開けるゆえ、暇を出されて馬道の氷屋へ住み込みしが、七月四日の朝、母より、親指は今日午後五時の汽車で横浜へ行き、あさってまで確かに帰らぬから、きっとおいで待っている、との手紙来たれり。わらわはしばらく近畿に会わぬこととて、 恋しさに耐えざれば、早速横浜へハガキをいだしたるに。午後四時ごろ近畿来たりければ、すぐに家を出て少し時刻早きゆえ、あるところにて夕飯を食べ、酒など飲みて時を送り、ようやく築地につきたるは夜も早十時ごろなり。ひと眠りしてわらわは二時ごろ一度目を覚ましたり。 見れきんきも目を覚ましいて、おん、今夜はなんとなく君の悪いことがある。俺はもう帰る。と言いながら、歯や寝まきを脱ぎて着物に改め、羽織など着て枕元に居直るゆえ、わらわは不審に思い、何がそのように君が悪いのです。帰るとて今自分どこへ帰ります。 どこでもいい。この家には寝ていられぬ。なぜですえ先ほどから目を覚ましているのに、賊でも入っているのか、押し入れの中で変な音がする。どれ、そっちの床の間にある、そのたばこ入れと紙入れを取ってよこせ。なにあなた、賊など入りますものか。念のために見てあげましょう。 と言いながら、わらわは起きて、後ろなる押し入れの戸を開けしに、子はいかに、中には一人、眠れる人あり。わらわは驚きて、あれと言いながら、その戸を閉めきれば、眠れる人は、この音に目を覚ませしか、戸を跳ね開きて暴れいでたり。よく見れば、これ、近畿の「あ」になる、陳死ねなり。 今より考え思い見るに、死ねはその子、ネージより、このごろわらわが、近きと共に、その留守を見て、泊まりに来たることを聞き出し、半ばは疑い、半ばは信じ、今宵はその実費を試さんとて、二日泊まりにて、横浜へ行くと言いなし、家をいでたるいに見せかけ、明るきうちより、この押し入れに隠れ至るも、十時ごろまで、 わらわとキンが来たざりしゆえ、待ちくたびれて眠りたるなり。ことに西洋土間へある押し入れの中に、固く閉じこもりしことなれば、その戸を開くまで物音十分聞こえずして、目を覚ますに至るものなり。それはさておき、わらわは死ねえが踊りいずるを見て、転がるごとくに二階を降りしが、キンはさすがに男だけ、 いたずらに逃げたりとて、後にて証拠となるべき、懐中物など残しては、何のかいもなしと思いしか、床の間の方に飛びゆかんとするに、そのうちはや、後ろより瀬名のあたりを切りつけられたり。わらは、これまではちらと見たけれど、その後のことは知らず、ただ、かく露見する上は、母は手引きせしかどあれば、後にて、 わらわよりも、なおひどき目にあうならんと、驚き騒ぎてやまざるゆえ、わらわは直ちに、その手を取り、裏口より、一桟に逃げいだせり。夜更けなれども、麻布の果てには、かねて一緒に奉をせし、女安宿の女房となれるを知るにより、通り合わす車に乗りて、そのもとに頼りゆきつつ、訳は少しも明かさずに、 一泊をこいたるが、夜明けて後もこの辺りへは人殺しの噂も達せずわらわはただ近樹が殺されたるやいかにとその身の上を気遣うのみされども別にせん方あらざれば何とかしてこの後の身の振り方を定めんと思案しつまたも一夜を泊まりたるに今日午後1時すぎに 谷間田探偵へ入り来たれり、主事のことを問われたり、もとより我が身には罪というほどの罪ありと思わねば、ありのままを打ち明けしに、核は母と共に認知せられたる次第なり。以上の物語を聞き終わりて、小木沢警部は少し考え、それでは誰が殺されたのか。 誰が殺されたかそれまでは認めませんが多分近畿かと思います。はて近畿が。しかし近畿はどのような身なりをしていた。近畿は長崎にいる時から日本人の通りです。一昨夜は今と茶の大名島の人獲物に双子東山の羽織を着て博多の帯を締めていました。 果て奇妙だな、頭は。頭はあなたのような散髪で。顔に何か目印があるか。左の目の下にほくろが。ああ、これにて儀壇氷海せり。殺せしは死な人陳死ね。殺されしはその弟の陳近樹。 少しも日本警察の関係にあらず、ただ念のために申告領事まで通知し、領事長にて調べたるに、市内はにわかに店をしまい、七月六日午後、横浜海乱の英国船にて、上海に向け出版したる後の祭りにてありたれば、大友の気遣いしごとく、一大世論を引き起こすにも至らずして、 おこんまで方面となれりされど大友は谷間田をひょうして「君の探偵はまぐれあたりだ。今度のことでもたまたまおこんの髪の毛が縮れていたからうまくいったようなもののもしおこんの髪の毛がまっすぐだったら無罪の人をいくら捕らえるかもしれぬところだ」と言い谷間田はまた茶かし顔にて ふ、<laughs> しっけえな。ふっ、こしゃくな。ふっ、生意気な。とつぶやきおるよし、一人、小木沢警部のみは、この少年探偵に、高麗の望みを食し、紀行はいつも言う、東洋のレコックになるべし、なるべし、と、熱く奨励するという。